角度的には、ちょっと待って、下のさ、角度的には、ちょっと待って、角度もうちょいぐらいな、こんな感じだよね。このアングルどう？可愛くない？このアングリング。超良くない？まだ、この方か、もうちょい上の方だよね。ヤッホー、見えてる？見えてる？いいね！いい角度じゃないこれ。素晴らしい。でももうちょっとさ、こう下からのアングルでもいいよね。ちょ、アングルを決めるっていう。どう？こんな感じで。いや、たださ、やっぱ声がさ、声これ女の子だったら完璧にさ、これもう、あれだよね。完璧なのさ、ちょっと待って、角度がちょっと決まんないけど。まあ、こんな感じでいいかな。今日もテスト動画ということで、まあ、こんな感じで、話していけると、いうことですな。素晴らしいな。ただ声をどうするかに、まあ、こうぐるっと回ってみるとこんな感じで、後ろ髪はこんな感じで、羽が入っている、背中にはね。全体図はこんな感じで、まあ、身長は2メートル30センチだから足がめちゃくちゃ長いと。どう？この足の長さ。素晴らしいでしょ？足の長さ。超長いでしょ？このフリックっていうところで、設定できるんだよね。で、ちょうど顔の部分に合わせてフリックとかしたら、こう引き顔とか、さっきやった両手バイバイとか、照れ顔とか、いろんなのできるんだよね。ガッツポーズとか。で、例えばこのウィンク。ここをウィンクシャキにしたら、こう上にフリックすると、こう、シャッ。ウィンクになるんだよね、こうやって。あと、ポーズ。そう、ポーズとかも、例えば、指を振るとか、にしたりとかね。で、あと、こう見せて、ここか。ちょっと右下。ここは、指を当てたりとかもできるし、角度がよろしくないね。こんな感じの角度で、まあ、こう、下にフリックスをこういう風に。この操作をうまくできるようになれば、いいわけか。うん、操作も慣れたら簡単だよね、結構ね。まあ、とりあえず今日は、まあ、テスト配信ということで、こんな、あとはちょっと声だよな。やっぱ女の子にやってもらうかな。でもさ、俺やりたいんだよね、これ。中身。中身俺やりたいんだよな。だからちょっとまあ、今回はこんな感じでできるということだから、あとは、あれだね、声の問題をなんとか解決して。うん、声がなんとか解決できたら次からもう本番の動画だな。いや、楽しみだな。ブルースキンガールの VTuber ということで。まあ、今日はテスト動画こんな感じで、まあ、行きますよということで。まあ、でも今回のテスト動画で結構うまくはできたから、まあ、次回からは、まあ、第1回目の動画としてみんなの質問を集め、質問コーナーをね、やってその質問に答えていこうと思いますということで、また次回、次のね、本番の動画でお会いしましょう。いや、結構いい感じできそうだな。声の問題さえ、声が女の子になれば、完璧にブルースキンガールできるわ。